この半年間めちゃめちゃ変わりましたね、社会。はい、いや、もうびっくりしました。テキストとか映像とかがどん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  AI になっていくけど、もうそうするともう人間がやることほとんどないじゃないですか。はい。そしたらもう人らしさしか商品なくなると思うんですよ。 俺、それじゃないと思うんですよね。AI と勝負してもしょうがないんで、うん、勝負しなくていいんじゃないかなっていう。例えば、<laughs> はいはい、一番わかりやすい例で言うと、うん、ウサイン・ボルトは世界最速の男ですけど、うん、自動車には負けるわけじゃないですか。別に付き添ってないじゃないですか。確かに。人で最速であればいい。まあ、人カテゴリーで最速。うん、もっとわかりやすいところで言うと、将棋も囲碁も、もう人間は AI に勝てないわけじゃないですか。うん、確かに確かに。あんなのただの知的スポーツなんだから、やる意味ある,る、ね、っていう考え方もあるわけですよね。 自動車レースにもカテゴリーがあるのと同じで、不安があれば、ラリーがあれば、カートもあって、人間のレースもあるわけじゃないですか、だから、そこに、なんかね、脳を使ってやる、コンピューターがやる、あんまり違いないような気がするんだけど、人間の将棋の棋士のあれって、盛り上がってますよね、むしろ。そうですね、だから、ルールでカテゴライズされる必要はありますよね、だから同じテキストとか、同じ画像っていう中で全員が勝負しちゃうと、それはもちろん勝てないから、人間だけがやる将棋ですって、 人間だけがやるダンニングですっていうことにしないといけないからで意外と面白いんじゃないですか、うん、だって将棋だって今もうアベマ TV とか見てたら、うん、AI がどっちが優勢とかって出てくるじゃないですかうんうん、うん、面白いですよね全知全能の神じゃないけど、うん、それいることにしてもいいのかなみたいあなるほどもう決まってて,、うん、もうだってそういう感じじゃないですか、うん、チャット GPT は UI が自然言語なんで、うん、自然言語っぽさが出ると使いやすいんですね使いやすいですねもうこのスピードびっくりします。 ましたもん僕はあんまり使いやすいとは思わないんだけどそうなんどの人間にとっては使いやすいと思いますもうエクセル使うのがめんどくさいで人ですら使ってますよね<ー>その使いやすさがやっぱりびっくりしましたねインターフェースって本当に伸び率にめちゃくちゃ比例するんあ,あれは本当に俺もなんか久しぶりにプログラミングしたくなったもんないやなんか、うん、Python のコードとか本当に書、うん、けるんだよねめっちゃ簡単に試しにあなたはプログラマーです Python を使ってパックマンのコードを書いてくださいみたいな、うん、できますよね<で>い<や>パックマンっぽいゲームのコードを書くんです まあまあ、もう俺、だそれ実行してないけど、うん、スマホだったんで、実行環境なかったんで、うん、そのままコード眺めてみたんだけど、うんうん、なんかぽ,ぽいコード書いてるな <laughs> マネージャーみたいな人が、自分でバンバンコードのオファーを出せるようになって、間違ってる方からチェックすれば作れてしまうと、新人エンジニアみたいないらなくなるじゃないですか。いいらないとなると、新人エンジニアって、全く育つの難しくなりますよね、<ー>マネージングして正しいかどうか分かる人たちが AI 使って、下の子たちはもう誰もオファー来ないし、自分で作ろうにも AI の方ができるみたいな。かわい そうだね、めちゃくちゃかわいそうだと思うあとは今結構オーディオコンテンツの売買をしてる権利の会社とか、はい、イラストの権利の売買の会社とかも結構やばいしいろんなところで自然淘汰がババババってきそうですよねなんかイラ,スイラスト屋っぽいイラスト描いてくださいとかできそうだよねできますよねまあまあだから今ボイシーに俺の音声流してるの知ってる AI で作ったやつ AI で作ってるんですかえ AI 版をボイシーでやってんだよ最近この いつも僕が生声でやってるやつと、そうじゃないやつがあるんですよ、うん。グラビアも全部そうだけど、中に人がいるっていう世界と、もういなくて作ってる世界で、人間がどう感じるかとか僕すごい興味あるんですよね。もうこれで良くなるのか。いや、これで良くなるでしょ。そしたら、何が最後欲しくなるんですかね、人は。人はコンテンツ最後何が欲しくなるんですかね。だってこれ大量に作ればもう人間いらないじゃないですか。でも、ハリウッドの映画とか、ネットフリックスのドラマとかの脚本って、もう、プログラミングのように作られてますよね。うんここの 何分何秒ぐらいにこういうシーンを入れるべきっていうのはもうできてきてるんで、できてるんである程度。うん、もう音楽もね、もう AI で作ってる人もたくさんいますし、うん、ってなってくると、人口のほとんどが労働人口じゃなくなってくるのかなとかあー、まあ、まあ<で>だからそうですだからいや、ホワイトカラーの仕事がなくなるとま、まさにその通りで、うん、今はみんなバカにしてんだよ。